大森哲崎でーす。星野真央です。クラウドファンディング、達成されたということで、次はどんなこと今考えてるんですか。そのクラウドファンディング達成して、コールメホールを前にして、崎さんも出場して最高に盛り上がるイベントを作ります。自主興行を後楽園で開催予定です。今年の12月です。今回のクラウドファンディング、どんな企画でやられたんですか。僕が一番見せたいのは子供たちっていうことで、クラウドファンディングで集まったお金で子供たちにチケットをプレゼントするっていう企画で、今150人ぐらいの子供たちをご招待しております。大人の方も50人以上来てるんで、もう200枚以上確定してるって状態で、あとは前に向けて残り痩せていくようですね。どうしてそういうことをやろうと思ったんですか。子供たちに見せたいっていう思いがあって、あとは復帰する理由がボクシングを食える仕事にしたいって思いがあって、僕が前にできたらみんなできるだろうと思ってやろうみたいな思ってやってます。格闘家ね、それだけだとこう食っていったり、そんなチームもね、できないぐらい結構ね、身は削ってるけど対価はないみたいな話を、ね、多くの方もそうですからね。でもなんかこう星野さんのすごく企画を立てて、それは本当にみんなのこう夢が叶ったり、夢をこう見せられるようなことだと、なんかすごく、お金もこう人も集まってくるのかなというふうに、はい、今回のクラウドファンディング感じさせていただきました。200万円と100人という目標を達成したので、あとはここからですね。ここからですね。みんな巻き込んでいったんです。巻き込まれました。巻き込んでいただきました。もうなんかノリノリで巻き込まれております。これから一緒に本当に企画だったり、まあ、僕はその体と体力とあれぐらいしか使えるものがないんですけど、あれぐらいしか使えるものがないんですけど、そこはもう精一杯使わせていただいて、本当にケアして、作り上げていただきたいと思います。はい、今日はこれから何をやるんですか。これから何をやるんですか。なんかスタミナトレーニングやりたいです。そうですね、先週から始めたこのスタミナトレーニングというのは、まあ、星野さんそのクラウドファンディング達成されたということで、今度12月に自分も本当の真剣な試合というものを、まあ、僕もなんですけど一緒にしたいなと思いまして、そのためにはやっぱりこう体力が大事だと、スタミナが一番大事だと、強さとベストだぞということで、はい、今回参加させていただきました。プレスキットの常連で後楽園ホールを満員にする興行を今年12月にやらせていただきます。だ一緒にじゃあ今日やろうということで、2人でやればね、2人でやれば怖くない、怖いけど、いや怖いけどね。だいぶもう別用途の中で嫌な気持ちだったからね。まあこっちもね、サポートできるだけ難しいと思います。はい、じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっぱはいバービー、はい、さすが素晴らしい、すごいね、やりきりました。さすがパンチ決め、さすがやばい、クラクラきた、酸欠になりました。気持ちですね、もう切れが、切れめっちゃ良かった、切れめっちゃ良かった、音聞こえてた、すげえ、そうやばーと、こっちが頑張れて、あっちがへばる予定だったのに、最初からちょっとやばかった。5ラウンドから10ラウンド目指して、はい、さんも切れがすごい、すごいな、すごいな、さすが、いや、朝からね、よかったですね、久々だと、5歳ぐらいは気持ち悪いですよね、毎回、こっちも頑張りますね。
赤ちゃんたち受験したら赤ちゃんいや本当にエネルギーもらえてます。先手の気持ち、先手の気持ち、本当に起きてから動こうじゃない、そうそうそう、動くんだ出てた いけるとこまで動くんだって感じです。動くんだ、最終的にはなんとかしかならない、うん、頑張りましょう。しかつりそうだった、あちょっと吐きそうだった。今日はでもね、3ラウンド目の初めくらいからちょっと吐きそうだった1ラウンド伸びた、1ラウンド